ロシア連邦道路 M9、または連邦道路バルトは、ロシア連邦のモスクワとラトビア共和国の国境を結ぶ、ロシア連邦道路である。モスクワ州、トベリ州、プスコフ州を経由する。総距離は 610km。E22 号線の一部であり、ラトビアの A21 号線に接続する。 38km 地点2009年6月のルジェフトベリー地域ベリーケールウキほぼ前線アスファルトで舗装されており、前線を通して気温は夏摂氏18度冬低、摂氏10度程度である。モスクワ環状道路に始まり、北西に向かう。クラスノゴルスク、ボロコラムスクを通ってトベリ州に入り、ズブツフ、ルジェフを経由する。そして、プスコフ州のベリーケールウキ。 のぼそこりにキを経て、ラトビア共和国に至る。モスクワ付近では、この道路沿いは21世紀の初めから、コテージやダーチャの用地として人気であり、地下は2004年から2007年にかけて、数倍に跳ね上がった。また、その持ち主たちの要望を受けて3つものインターチェンジが、新設された。1990年に、連邦道路となる前は、ボロコラムスクまでの道路であり、 2007年12月までは、モスクワの中心部へは接続していなかった。2011年11月から40ヶ月の予定で、大規模な補修工事が行われ、モスクワに近いところを4車線化するなどして、2014年11月に完了した。トベリ州とプスコフ州では2009年から2010年、2011年から2012年に工事が行われ、 一部の区間で路肩を補装し橋を修復したが2013年の時点でまだおよそ 100km にわたって未補装の区間が残っている。ありがとうございます。